10キロジョギングした後、ウォークモードを解除します。はい、皆さんどうも、こんばんは、こんにちは。おはようございます。ドラクエウォークをやっていきます。はい、ですね。今、こちらの画面、ウォークモードになっております。私ですね、先ほどまで、スペースというところでですね、ツイッターのね、スペース、まあお話しするところで、同僚議員の藤瀬玄三さんとお話を1時間ほどさせてもらっていたところでございます。メインチャンネルの方ではですね、そちらについて、ですね、まあライブ配信同時にしていたわけなんですけれど、はい、その、はい、スペースでのお話の前にですね、はい、10キロジョギングをしてきました。10キロジョギングからね、帰ってきた直後に、まあちょっといろいろとバタバタあっても、そのね、スペース対談の、準備をしなきゃいけないということで、もう、はい、ウォークモード解除動画作る時間もね、なかったということで、これから、ウォークモード解除していきます。スペースタイダーの間ずっとね、こちらのウォークモードにしたままでございます。はい、というわけで、まあ、とりあえずいろいろありましたが、はい、10キロジョギング無事に終わって、まあ、スペースの対談も終わって、ウォークモードの方を解除していこうと思います。というわけで、ですね、まあ、まずは、こちらですね。ウォークモードのロックの方を解除しました。では、この後、ウォークモードを解除していきます。ちょっと待ってくださいね。はい。では、解除しましょう。大丈夫かな？はい。では、解除。はい。どうだろう。おー、382匹、倒してますね。戦闘回数というか、倒したモンスターはいまいちだな。あとは強敵の心として、ヤマタノノロチの A は一応あります。あと D が4つですね。あと、目星心は他にないですね。ということで、まあ、ブラッドマミーの S とかありますけれど、まあ、基本的には、はい、真珠ポイント行きでございます。はい、次、仲間モンスターですね。こちら、どうでしょうか。はい、いずれも波ばっかりですね。しかも銀の卵が2つ。ちょっとね、いまいちって感じでございますが、まあ仕方ないですね。というわけで、金の卵は割れないかな？割れないですね。はい。というわけで、はい。では、ちょっとアラクンデス W の方を見ていきましょう。これ、はい。はい。どうでしょうか。はい、9000歩ほどね、歩数出ました。はい。あとはこんな感じかな。はい。ミッションボーナス。月間のミッションボーナス。月間20万歩を達成しました。はい。で、あとはですね。なんだ。あとはイベントの方か。こっちもちょっと見てみましょう。はい。住民の依頼。こっちは、まあ、結構いろいろとね、達成してますけど、まあ、基本的にはゴールドばっかりなんで、あんまりね、目ぼしいものはないということですね。はい。ではですね、次。はい、ちょっと待ってくださいね。こちらのマイレージの方が、そうか、マイレージがあるんだ。マイレージがあるので、ちょっとガチャの方もやりましょう。はい。後でね、ちょっとサングラスつけてやろうと思いますが、ちょっとお待ちください。なんかお知らせか。あ、そうか。今日19時からスマートウォークがあったんですね。ちょっとまだ私見ておりません。後でね、ちょっと楽しみにしようかなと思っております。はい。はい。ちょっといろいろと、はい。ご褒美をいただいていきます。お知らせはまあちょっと後で見るとして、はい。次ですね。仲間モンスターのここですね。はい、ということなんですが、ちょっと訓練場か、はい、ちょっと卵割れなかったですね。2150歩、9000歩ぐらいでね、割れる金の卵を設定してたんですけど、ちょっと歩数が足りなかったみたいですね。はい、2150歩でした。はい、ちょっとお待ちください。まあ、せっかくなんでね、もうすぐで割れる金の卵、6歩で割れる金の卵をここにセットしておこうかなと思います。動画撮影しながらですね、割れるのを待ちましょうということなんですけれど、はい。はい。5000歩族のモンスターをですね、6体セットしたら、はい、こいつらはもうレベル50まで行きました。ということは150戦は戦ったっていうことですね。ということで、ちょっとこいつらをですね、今から、設定していこうと思います。はい、少しね、時間がかかるかもしれません。まあ、せっかくなんでね、もうこいつら、ですね、すべて、ベビーパンサーを入れておきましょう。はい。まあ、ベビーパンサー確かね、会心率アップとか持ってたと思うので、まあ、こいつ
まあ、とりあえずね、こいつを一体一体入れていこうと思います。ね、この訓練場の画面なんですけれど、ちょっとまとめて6体交換できないかなとは思ってるんですよね。結構、この切り替えっていうか、効果が結構時間かかるので、はい、ちょっとね、多少ストレスかかるところであります。はい。ね、まあ、積み重ねになるとね、こういう時間って、すごい時間になってくると思うので、まあ、その辺ね、ちょっと運営さんの方、解除してもらったらなと思うんですけれど、はい。そういうところ、よろしくお願いしたいんですけど、まあ、なかなかね、最近運営さん、いろいろと、まあ、悩んでいるのかどうかよくわかりませんが、とりあえずはね、あんまりね、ユーザーの方の、要望を聞いてくれているのかどうかちょっと怪しいところはあるかなと思います。はい、というわけで、ボーナスダンジョン行きましょう。ボーナスダンジョン行きます。この後ね、ガチャ行きます。ガチャ、まあもしくは、キングヒドラのどこでもメガモンがね、戦えるようなら、そいつ、そっちちょっとチャレンジしていこうと思います。はい、こちらですね、ボーナスダンジョンは、はい、スロットマシンが3回できます。はい、こんな感じでですね、はい、キラースロットマシンと、まあ、戦闘という形で、キラースロットマシンに、まあ、ダメージを与えると、はい、それぞれのキラースロットマシン、絵柄が出るんですよね。はい、こんな感じで。はい、最初は、外れでした。はい、残念です。あと2回ありますので、まあそこに期待しましょうか。はい。ということで、同じくキラースロットマシンと戦っていく形になります。では行きましょう。はい、バトルマスターの、はい、はぐれ雷光鉄火ですね。一発で終わりますね。はい。2回目も揃わなかったですね。残念。はい。ちょっと頼みますよ。はい、よろしくお願いします。はい、ではラスト。はい、3回目です。どうなるか。はい。では、レンジャーの輝く息ですね。はい、次元竜の当選からの、はい、輝く息。一発では終わらなかったですね。はい、回し蹴りで。はい、終わり。はい、ということで、まあ、3回とも揃わなかったですね、今回は。もう、外れです。はい、27,500 の経験値。はい、非常に、まあ、こんなもんですかね。はい。運はありませんでした。まあ、ボーナスダンジョンで、まあ、悪い分ですね。この後のガチャが、いい運が来るといいなと思う。はい、はい、金の卵、割れます。はい、金の卵が割れますので、期待しましょう。いいやつ来て。あ、キメラか。残念。いやー、外れですね、キメラだと。はい。ということで、ちょっとまあ、卵を新しくセットしていこうと思います。次はですね、まあ、これ2100歩で、はい、孵化するやつをつけていきましょうかということで、ではですね、はい、ちょっとメガモンの方が戦えるかな、まだかな、ちょっと早いかとか、ちょっと見てみましょう。メガモンが、おりますけど、まだね、霧の状態みたいですね。はい、残り11分もありますね。ということで、ちょっと時間を待っているわけにはいかないので、はい、ではガチャの方を行きましょう。ドラゴンクエストウォークということで、はい、このサングラスをね、つけると結構成績が良くなったりするという感じはします。というわけで、やっていきましょう。マイレージで、引いていきますが、まあ、まず今あるガチャなんですけれど、実はですね、先日、草薙の剣、マイレージで引いたのかな？マイレージか配布チケットか忘れましたけど、はい、見事、ピックアップ武器引くことができました。で、今あるガチャですね。ジパングの巫女、あと伝説の勇者、カンダタとかね、天空装備とかあるんですけれど、まあ最近のピックアップ武器というと、まあジパングの巫女、まだ持ってないんですよね。こちらの回復武器持っておりませんので、とりあえず、はい、こいつ狙っていこうと思います。3月10日までなので、時間も限られているということで、まあ今一番引くべきガチャは、まあ、ここかなと思います。ということで、ジパングの巫女。はい、はい、マイレージのポイントがね、2万あるので、20連、できますが、とりあえず、まず10連、ジパングの巫女のガチャ行きましょう。もし、万が一ですね、10連で、このピックアップ武器が当たったら、まあ別のですね、ガチャ行こうかなと思いますけど、まあ当たらなければ、当たらないと思うんですけど、当たらなければもう一回、もう10連、ジパングの巫女行こうと思います。というわけで、行きましょう。はい、21時19分。時間的にはどうなのかなっていう感じしますけれど。あ、演出は悪くないですね。お、結構悪くない。スライミチ来い。あー、来なかったか。
虹色が1個、かろうじて1個。1個か。まあ結構きついですね。スラミチのカットインが来ればね、最高だったんですけれど。ね、あれだとピックアップ装備が確定で、まあその時点で4分の1の確率でということなんですけど、はい、これはね、わー、はい、外れ、応急魔術師ロービー。そろそろね、SP のね、装備とかね、変えてほしいなと思うんですけれど、まあ、なかなかね、運営さんの方、要望、ね、そういうところを感じ取ってくれたらなと思いますけれど。はい、ではですね、ジパングの巫女装備いきましょう。最後、10連ですね。はい、まあ、このジパングの巫女のガチャは、今回がラストチャンスということになります。ということで、いきましょう。はい、では、最後の10連いきます。はい、風流のカグラスということで、まあね、優れた回復武器だと思います。いきましょう。では、いきます。ラストチャンス。お願いします。今回は演出が流れ星1個だけ、しょぼい。カットインもなし。はい、虹色は、虹色、変わらず。はい、残念、外れ。というわけで、金の宝箱2つだけということで、まあ、大外れでしたね。はい。というわけで、残念な結果に終わりました。ということで、今回はですね、まあ、マイレージ、聞くことはできませんでしたということでございます。ということで、今回はね、ウォークモード解除からの、はい、ボーナスダンジョン、そして、ガチャ。20連でございました。まあね、私はちょっとね、ガチャの方残念でしたけれど、この動画を見ておられる皆様には、はい、いい結果が出ることを望んでおります。はい、というわけで、今回の動画以上になります。もしよろしければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。